腰がガタガタだよ。ああいう単純労働は力自慢のどこかの犬に任せた方がいいと思う。オレンジをガンマの店でご発注したらしくて、シャドウガーデンで処理してくれって。食べるにしてもあれだけ量があるとな。実はそれね、さっきやろうとしたんだ。そうしたらあのバカ犬が思い切り絞って皮の汁が目に入ってあのバカ犬。ジャムか。なるほど、それなら保存が効くし、この量でも消費できるかも。その線で考えてみるよ。ありがとう。お、影の英知かな。こたつ、初めて聞くのになぜかときめく響きだ。私それきっと気に入ると思う。